皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もスタートしていきます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のオンラインお菓子教室、アトリエスリエゾンを運営しております、徳本さと子です。今夜もよろしくお願いします。長崎から、はい、帰ってきました。今日ね、長崎行ってたんです。カステラ12種類買ってきました。その12種類のカステラの食べ比べプラス、長崎で見つけたカステラ以外のお菓子、実は4品あります。その4つのご紹介です。あと、せっかくなのでね、まあ、カステラについてちょっとこういう歴史があるよっていう、そういうお話もねできたら楽しいかなと思うので、よりカステラを楽しく味わうために今日いろいろお話ししたり商品をご紹介できたらなと思います。ただですね、私は長崎に行ったのがもうほとんど初めて状態なので、そういう人が外からの目線で初めて見たカステラっていうようなお話になりますので、もう日常からね、あの地元の方で親しんでらっしゃる方にはあれっていう内容があるかもしれないんですけれども、新鮮な目線で見てもらえたらなと思います。実際ね、私が食べてみて、あ、こんな味だよとか感想をリアルに伝えられた方が皆さんも購入するときに参考になるなと思ったので、お見せするだけじゃなく、今回は全部私が全部のお菓子を食べるという企画です。長崎から配信したメルマガにも書かせていただいたんですけれども、お土産のスイーツがたくさんあるようなお店ってありますよね。売れるお菓子のアイディアの宝庫なんですよ。あの写真撮って書いたね、お土産があったので、ヒットしてる理由とか、そのアイデアの中からその要素を抜き出して自分に置き換えたらどういうところが転用できるかっていうようなね、事例をメルマガで今日お昼配信させていただいたんですけれども、そういう目線で見てもらっても結構このカステラのいろんなメーカーのっていうのは参考になると思います。カステラなんですけれども、もともとスペインですね、ヨーロッパのスペインにあるカスティーリャ王国っていうところで生まれたお菓子だと言われています。それがポルトガルに伝わって、そこからまた日本に伝わってきたっていうふうに言われているんですね。で、そもそもそのカスティーリャ王国っていう名前自体、なんじゃこりゃっていう名前なんですけれども、中世のヨーロッパ時代の呼び方です。あの地図で言うとね、スペインってこういう、こう握り拳を作ったような形をしてるんですよ。イベリア半島っていうんですけれども、こんな形をしています。だいたいね、この面積が日本のね面積の 1.5 倍って言われてるので、結構でっかいんですよ。で、こういう形であるんですけれども、ここの真ん中の方がスペイン、そんでその西の方かな、このちょっと西の方がポルトガルです。ポルトガルで、上の方にねピレネー山脈っていうところがあって、この上に行くともうフランスなんですね。これを越えていくとフランスで、まあ、バスク地方とかがねあるんですけれども、でさらにこの下のこのね、ちょっとこう尖っているところありますよね、ジブラルタル海峡っていうところがあって、でそこの海峡を経たら、ここがアフリカですね。もうここでっかいアフリカがあるんですけど、こういうところ、ここのイベリア半島のこのスペインのあたりを昔そのカスティーリャ王国っていうふうに中世の時代に呼ばれていたそうです。ちょっと調べたらポルトガル語でカスティーリャボーロとか、ボーロでカスティーリャみたいなね名前のお菓子だったそうなんです。これ直訳するとカスティーリャのお菓子っていう意味なんですって。スペインのいわゆるスポンジ生地をビスコチェって言うんです。カステラのルーツではないかっていう風に言われていたりします。ちょうどね、今福佐屋さんっていうカステラの有名な、もう老舗中の老舗があるんですけれども、福佐屋さんからね、確かねビスコチェっていう、そのカステラをラスクにしたみたいなお菓子で、そのビスコチェっていう名前のものが出てます。あとポルトガルでね、もう一つ言われているのがパンデローって聞いたことないですかね。もうだいぶ前に流行ったと思うんですけれども、パンデローっていう、半熟カステラみたいな お菓子、ちょっとこう真ん中がへっこんでいて、商品によったら中がちょっと半熟っぽい感じでとろっとしている
ものがあるんですけれども、そのパンデローがルーツではないかみたいな話もあったりするんですね。そういうカステラがね、まず日本に入ってきたのはいつかって言ったら戦国時代になります。当時ね、日本ってポルトガルとスペインとね貿易をしてたんです。その時代、この貿易のことなんていうかご存知の方いらっしゃいますか？これをですね、南蛮貿易っていう風に呼ばれていました。なんか南蛮ってお料理とかでも聞きませんかね、あのチキン南蛮とか、あの魚の南蛮漬けとかで、南蛮っていうのはそういうポルトガルとかの人たちが日本にもたらしたそういう文化のことを南蛮っていう風に言われているんですけれども、そういったまあ文化だよっていう意味で南蛮菓子っていう風にカステラもね、あの言われてたりします。広めたのって貿易の商人の方であったり、キリスト教を伝えるためにやってきた宣教師の人たちが配ったりして、まあ、伝わっていったっていう風に言われてます。で、当時は幕府とか皇室とかに献上するようなすごくこうあの高級なものというか贈答品とかに使われていたんですけれども、それがだんだん日本人好みにこうアレンジされていって、味とか、まあ、作り方も変わったりしながら今のカステラっていう四角いね形になっていって、でだんだんこう CM とかもされるようになったりして、庶民のおやつとして、まあ、全国的にねカステラっていうものが広まっていったっていうふうに言われています。でそんなカステラなんですけれども、長崎に行くと実は3つ長崎のあの三大カステラという御三家があります。これご存知の方いらっしゃいますか？一つが福佐屋さんですね。ちょっと濃い黄色の箱に入っている、私もよくいただくんですけれども美味しいんですよね。福佐屋さん創業が確かもう江戸時代ぐらいですよね。かなりもう一番老舗じゃないかなと思います。でそれからもう一つ有名なのが文明堂総本店さんですね。明治にね創業したお店になります。そしてもう一つ実はあって、これ知ってる方いたらすごいなと思います。私はねあんまりねこれ知らなかったんですよ。小王軒っていうお店です。なんで知らなかったのかなって言ったら、その福佐屋さんも文明堂総本店さんも店舗があるんですよね。結構あの全国に店舗があるんですけれども、その小王軒さんっていうのは九州にしかないんです。まあ、私たちが普段見るとしたら百貨店の、まあ、三越とかそういうね百貨店の催事で、まあ、九州の美味しいもの店みたいなそういうのがあった時に物産店みたいなところに行ったら出店されてることもあるらしいんですけれども、まあ、基本的に四国でも見ないし、当然関西に行ってもそういうイベントがない限りなかなかないというか手に入らないんですね。小王軒さんの商品が今日これ2つ買ってきました。一つがこちらです。ひき茶カステラと書いております。でもう一つがレイカのしずく、両方ネーミングがとっても素敵で、こっちのひき茶カステラなんかねもう抹茶色にのパッケージなんですけれども、この小王軒さんって言ったらショコラーテっていうそのカステラがあって、それ結構ねすごい人気らしいんです。これがねおすすめっていう風にお聞きしたので、私はこちらを買ってみました。でこれ説明書によると、宇治の玉露と煎茶を混ぜた茶葉を石臼で引いているそうです。石臼で引くからこう熱が伝わらないから香りが高く風味が良くなっているっていうことですね。でこれは一枚一枚手作業で焼き上げたそうです。ちょうどこういうパッケージですね。抹茶カステラすごい考えられてますね。これカステラこういうのが入ってます。おー綺麗ですね。抹茶綺麗な色ね。なんかもう見た目からしてしっとりしてそう。ちょっともうお行儀悪いですけどね、手で持って紙を剥がすとね、ザラメがこれ後ろに結構あります。はい、こんな
ね、綺麗な色でね、手触りもすごいしっとりしてて、上は焼き色がしっかりついてます。上品、すごいしっとりしててきめ細かくって上品です。少しこう弾力もある感じかな。地元の方が一押しされるだけあって、これはどなたに差し上げても喜ばれるなと思います。カステラでランキングとか見てたら、チョコレートがねやっぱり一番人気らしくって、2位が抹茶味なんですって。なのでこういろんなね味にアレンジするときって、割とチョコレート抹茶はね人気商品みたいです。季節限定です。レモンのカステラです。で、季節限定だから今しか買えないよっていうのでね、おすすめしていただきました。はい、このネーミングがねまたとっても素敵ですね。レイカの雫両方っていう風に読みます。冷たいっていうね字が入ってるので、なんかこう夏っぽいイメージですね。なんかね冷やして食べた方がいいんじゃないかなっていう気がします。で、長崎県産のレモンを使っているそうです。はい、小冊子をいただきました。で、この中見るとこういうねあのレモンの農家さんのこう話とかね、こういうのがねちゃんとこだわりとかがね書かれています。なんかすごいこういうのがついてるって、すごくこうプレミア感があるというか、ネーミングもすごく素敵だしね、こう夏を味わうようなイメージがこう湧いてくるような素敵な言葉だなっていう風に思いました。これはここを2つ止めてあるのを外すと箱になってるみたいですね。あ、すごいこれも目がパーって鮮やかになる。テープも黄色ですね。はい、あ、もうねすごい今レモンの香りがめっちゃする。すごい、これはもう香りが最高ですね。わー、見てください、じゃん、なんか黄色っぽい気がする。なんでしょう、黄色っぽい気がする。はい、ザラメがね、長崎の特徴、このザラメがついてるんですよね。なんかすごい黄色い気がしますね、レモンだからなんかめっちゃ黄色いです。もうこのまま手で割って、すごくねレモンのもう香りがすごい美味しいこれ私好きかも。これもやっぱり、ね、洋菓子普段食べてるから、こういうちょっとこうレモン味とか好きですね。うん、めっちゃ美味しいおすすめです。はい、すごいシャリシャリしてる、香りがよくって、なんかレモンの粒が見えたりあるわけではないんですけど、とってもねレモン感が強いです。鼻にこうレモンの香りが抜けて、すごくこのカステラの生地とうまくマッチしてる感じですね。冷やしたらもっとなんかこう違った印象にきっとなるんだろうなと思います。これだとね夏でもこう爽やかにいただけるかなと思います。文明堂さんの総本店プレーンです。これは5個入りって言って、なんかカットされてたと思います。で、これ食べやすそうだなと思って買ってみました。で、原材料を見てみると全部ね国内製造って全部書いていますね。卵長崎県産、小麦粉国産とか書いています。窓がちょっとついてるの、しかもこの扇みたいな形おしゃれですね。なんかこういうちょっとした工夫って結構ね面白いですよね。これいいね、すごい、こんな風に一個一個ね個包装されてる。これだと買ってきて、まあ、例えば職場とかね配ったりするのも このまま去って渡せるから、手土産にこれはいいし、自分自身も食べやすいなと思います。ではいただきます。あ、ザラメはちょっと少なめかな、これね、さっきの正元さんと比べたら少しねザラメの量が少ない気がする。カステラってなんかみんな同じような味だって思ってたけれども、一緒に食べるとねやっぱ違いますね、全然違う。あっさりしてるかな、なんかこう癖がない。カステラ巻きっていう名前で売られてたんですけれども、これ一個一個になってたので単品で買ってきたんですけれども、カステラを三笠山でどら焼きの皮ですね巻いたカステラ巻きという商品になります。
ね、このカステラの食感とこのどら焼きの食感と2つの食感が一緒にいただけるので、どんな味かなっていうので初めていただいてみます。これもね、個包装になっているのでお土産に良さそうですね。あ、持ちやすい。すごくやっぱりどら焼きだから皮がしっかりしてるからポロポロしないというか、すごくしっかりしてますね。ではいただいてみます。こちらもさっきと同じであっさりしてる感じで、どら焼きの皮がねやっぱりもちっとちょっとしてるんで、そのもちっとした感じと中のカステラの食感とちょっと違う対比を感じられるので、まあ、カステラにちょっと飽きたなっていう時にこういう変わり種もいいかなって思いました。三笠山にしてもこのカステラにしても、どっちも言った定番の生地ですよね。その定番同士を掛け合わすことで、こうやって別のお菓子に生まれ変わる、新しい価値が生まれるっていう一つの例じゃないかなと思います。なんかこのアイデアってありそうでっていうか、思いつきそうでなかなか皆さん思いつけないと思うので、すごい素敵なアイデアだなって思いました。ちょっとねモダンな感じですよね。泉屋さんっていうところのです。泉屋さんのこれがキレカっていう名前のもので、こちらの方が長崎ショコラートって書いております。長崎の方言で綺麗なっていうのをキレカっていうみたいなんですよ。でそこから来ているみたいで、なんか素敵ですよね。このネーミングに方言を入れる、でしかもこういうちょっとね違う当て字なのかな、ちょっとわからないですけれども、こういうね素敵な名前をつけるっていう、なんかみんなネーミングがやっぱり素敵だなって感じました。パッケージもなんかこういうケーキっぽいですね。はい、素敵。はい、2色だからこういう2トーンになってます。あ、ちょっとここ下隠れてるけどね、これ実は2色なんですよ。はい、こんな感じになってます。綺麗ね。では抹茶の方から、そこは紙がこうくっついてて、あ、ザラメってないのかも。ダイナゴンがいっぱい入ってる。ではここ一緒に食べた方が、今のとこザラメはなさそうな気がするんですけど、その代わりにねダイナゴンが下に入ってて、こういうダイナゴンとかお好きな方にはすごくねいいと思います。何よりこの見た目が素敵ですね。プレーンの方もねいただいてみます。なんかまたねちょっとさっきのとは違う、あっさりしてるかな。でも多分このダイナゴンの味と一緒に食べるとダイナゴンの味がしっかりする感じです。生地の感じもね、なんだろうな、またさっきのと違いますね。なんだろう、これうまく表現できないんですけれども、この見た目が素敵っていうところに惹かれました。ではもう一つの長崎ショコラート開けてみます。あ、これもさっきみたいなパッケージですね。はい、じゃん。おお、なんかいい、これかわいいね。こういうパッケージの楽しみってありますよね。わ、なんか素敵。これは心ときめきますね。ここに結構こうエイジレスとかがひっついてますね。じゃん。おお、これはすごい洋菓子だ見て、もうチョコレートでね、これはカステラの周りをコーティングしてるんですよ。手にベタってくっつきそう。ほら、チョコレートでコーティングされているカステラです。いただいてみます。やっぱり御三焼きにしてるのも、おそらくこのチョコレートが結構濃厚な味なので、それに負けないようにっていう風にされてるのかもしれないですね。一切れがちょっと小さめです。なので結構少しでも満足できる感じかな。これとても美味しい。やっぱりチョコレート美味しいですよね。まあ、カステラも美味しいんですけど、やっぱりチョコレートがかかっていることで、私はなんかより美味しく感じてしまうというか、ね、なんかチョコいいですね。美味しいです。で、このチョコレートがね、甘くないです。どちらかというとね、ちょっとビターな味のチョコレートかな。ちなみにね、この御三焼きっていうのがちょくちょくね、見かけたんですけれども、卵黄を増やして、その分卵白をちょっと減らして、
で砂糖を多めにするんですって。でそのことによって普通のカステラに比べて生地にコクが出てさらに濃厚になるらしいんです。でこういうのって贈答用に高級品として扱われたりするそうなんですね。ただ長崎のね地元の方にお聞きしたら、御三焼きって美味しいのって聞いた、うーんって言ってたから、これはやっぱ好みになるのかなと思います。ね、あの卵黄が増えてお砂糖も増えるからすごく濃厚になるから、あんまり濃厚なのがっていう方は普通のカステラの方がいいのかもしれないし、こういう風にビターなチョコレートと合わせたりするときはバランスを取るのにこちらがきっとね合ってるのかもしれないですね。美味しいです。はい、手がちょっと真っ黒になっちゃったのでちょっと洗ってきますね。長崎本舗東庵さんのカステラ、こちらが東庵の長崎カステラ、こっちがカステイラって書いてるのは、ね、長崎出身の歌手のさだまさしさん監修、このコラボ商品ですね。東庵さんとさだまさしさんのね、なんかどんな味なんだろうって思いますよね。このさだまさしさんのちょっと食べてみたいなと思ったんです。でね、お土産物屋さんの方に行くと木箱に入ったね、すごい立派な木箱に入ったのがあって、なんか数量限定みたいに書いてたんですね。でどうしようかな、木箱だしと思って、そしたらこっちのね簡易なパッケージの方もあったのでこちらにしてみました。長崎出身だったんですね。すいません、私知らなかったです。あのここにね自由飛行館って書いてるんですけれども、自由飛行館カステラカフェというねさだまさしさんのお店があるみたいなんですよね。なんかそういうのもあったんだ、コラボ商品があるんだっていう、ね、発見でした。であの説明書に書いてあったのは、さだまさしさん本人と試行錯誤して作り上げました、長崎カステラの高級品、御三焼きよりも焼くのが難しい最高級のカステラですって書いてるんですね。最高級のカステラってなんだろうってちょっと興味湧きました。有名人の方とコラボ商品を作る、なんかストーリー性がありますよね。こういう可愛らしいイラストが入ってます。このイラストは石野さんっていう方かな、こういうイラストが入ってますね。はい、これさだまさしさんのこういう朱色のなんかサインみたいなのも入ってます。なんかこういう黒と黄色ですね。おお、すごいすごい、見て、さだまさしが夢にまで見たビロードのようなカステーラができました。ビロードのようなってどんなんだろう。だこういうね説明が入ってますね。あーすごい、ちょっとキラキラで文字がねなんかこう書いてあります。豪華な感じがしますね。はい、なんかこういう東庵って書いてますね。でこの紙を剥がすと中からジャンと出てきました。おー、なんか色が今までのカステラとちょっと違いますね。食べかけので申し訳ないですけど、なんか色が違うことないですか。濃いですね。こだわって作ったさだまさしさんとコラボ商品。はい、ざらめはちょっと少なめかな。はい、ではいただきます。すごいねコクがある、深い味がします。なんだろう、本当に味が深いというか、しっかりこう甘さもありますね。やっぱり他の文明堂さんのあっさりに比べたらすごくねこちらの方が若干甘さは強めです。でもこう嫌な甘さじゃないんですよね。噛み締めて食べたいような味です。これが最高級なんですねなんか私その最高級っていうのがどんな感じなのかっていうのがわからなかったんですけど、こういう感じが焼くのが難しい最高級らしいです。はい、でも美味しいです。とっても美味しいです。他にはない感じの味かな。こちらはねベーシックな東庵さんの、カステラなんですけれども、職人の手焼き、このパッケージもここに出島って書いてたりとか南蛮船って書いてたり、こういうなんか当時の昔の人でしょうかね、こういう暮らしぶりというかなんかその風景が描かれていて、なんか歴史を感じるような素敵なパッケージだなと
この金の包装がね高級感あるなと思います。では開けてみたいと思います。とベリベリって言っちゃってますけど、はい、中もこういうあの素敵なパッケージになってます。絵がね一緒の絵がついてますね。はい、では開けてみます。でここにね当番さんのシールがありますね。はい、でこのシールを開けると、あ、さっきと同じようにこの書いてある紙が、おお、なんか色がやっぱりなんだろうな、他のとちょっと違いますね、濃いですね。でこれはカットの筋が入ってないタイプですねあのすいません、ちょっと包丁で切りますね。はい、こちらカットしました。小ぶりですね、あの小さいタイプを買ったので、はい、いただいてみます。さっきのさだまさしさんのすごいコクがある、なんだろう、深い味の食べた後だから、こちらがねあっさりに感じます。はい、こっちがさだまさしさんので、こっちがさっきの同じ東安さんですけれども、ちょっとね味が違う。比較したらやっぱりこっちがすごい濃いので、どうしてもあの旨味が強い感じがするんですよね。でもこれも他のに比べたらすごくね味が濃くって、なんだろうな、しっかりした味ですね。金海堂っていうところが出している金海の心というものです。ちょっとね形がねこういうちょっとあの幅がある分になります。でこれはね昭和45年ですね、創業されたところのお店です。手焼き一筋って書いていて、手焼きにとにかくねこだわって味を大事にされているそうです。徳島さんの和三盆って書いてるよ。徳島さんの和三盆、ちょっと嬉しいですねはい、はい、お、こういうのが入ってて、あ、なんかここに心を込めてというメッセージが入っております。なんかこの袋もね、なんか手触りがすごく高級感があります。これ検知剤もちゃんとねあの入ってるので、すごく丁寧に包装されてるなっていうのが分かります ね、あの脱酸素がねちゃんとこう機能してるかっていうのがこれで分かるようにちゃんと入れてくださってるんですよ。なんかここにごきれいって書いて、なんかパッケージからもなんか何か伝わってくるような感じがします。あ、なんかいい香りがする。じゃん、わ、なんか美しいね、綺麗、ピシッとしてる感じがいいですね。はい、ではね、で大きいですねこれ大きいですけど、いただいてみます。このザラメのところをベリベリっと剥がして、後ろにねちゃんとザラメが入ってますね。はい、あ、和三盆糖だ。このやっぱりコクが、なんかコクがあるなって思ったんですよ。和三盆糖を使うとこんなに深い、なんだろうな、上品な甘さというか嫌味がないというか、本当にね美味しいですこれ。金海堂さんのねあの見てたら動画が出てきたんですけれども、確かその中でね20年以上前に長崎で和三盆糖っていうのを使ってカステラを出したところ、月に1万円も売れなかったそうです。でいつも売るたびに、和三盆糖って何っていう風にね聞かれたっていう風にね動画の中でおっしゃられていました。でそれからねこう月日が経って、だんだん和三盆糖のカステラっていうのが広がっていったそうなんですけれども、そのきっかけだったのが CM に取り上げられたり、コンビニで販売されたのがきっかけで全国にこう広がっていったそうです。気持ちが入ってないと美味しいカステラってできないんですっていう風におっしゃられてたので、人の手で作る美味しいものを広めたいっていうね思いがしっかり終わりだなっていうのがね、そのお話しされている中から伝わってきたので、なんだかねその誠実さというか、向き合っているこう職人さんの本当にこう誠実な気持ちがこの中にこう込められている、味がちゃんとするっていうのがすごくね伝わってきました。不思議ですよね、同じ材料も似てるカステラなのに、こんなにお店によって違うんだなっていう感動がありますね、うん、これはすごく個人的に好きです。偉人堂のカステラですはい、偉人堂、
これもね黄金のこうパッケージですね。ちょっと開けてみたいと思います。これもね老舗らしいんですよね。はい、こんなパッケージですね。中は黄色です。これもね私が行ったメガネ橋っていうところのね近くにお店があるんですよ、ね、この偉人堂さん。では早速開けてみます。お、こういうしおりが入っております、ね、ここにこういうパッケージです。と生ものですので早めにお召し上がりくださいって書いてます。お、こうかな、こうですね。はい、こんな感じで、おお、綺麗に切れてますね。もうほとんど切れてますね、最近のというか。1つだけ切れてないのがあったんですけど、これも全部切れてます。色が濃いですね。では偉人堂さんのをいただいてみたいと思います。お、何これ、すごい、なんかザラメがでかザラメがでっかい。他のと比べてね、ザラメの大きさが。食べてみよう。すごくきめ細かくて美味しいです。このザラメがね、いい仕事してるというか、他のより粒がでっかいんですよ。明らかに大きくって、こうカリカリしたザラメの食感が好きな方にはすごくいいと思います。大粒のザラメです、うん、でもすごくねしっとりしてて、このほろって崩れるような食感がとっても美味しいです。長崎カステラプリン前田さんっていうところが出しています。なんだろうと思って買ってみました。カステラプリン開けてみます。カステラの味がするんでしょうか。こんな感じで入ってて、おー、こんなこんな、ザラメルって書いてます。ザラメルって何、ザラメのこと、カラメルのザラメってことか。ザラメルって、だからカラメルとザラメが一緒になってる言葉ですね。これをかけて食べてくださいということかな。中にこうスプーンが入ってます。あ、本当にザラメだ。なんか色がカラメル色になってるんだけど、これいいですね。ザラメがカリカリしてます。プリンはもう普通のプリンというか、こういうのに入ってるプリンの味なんですけど、このカリカリしたザラメのカラメルっていうのがちょっと新鮮な感じです。こういうの他にないですよね。ちょっとこう面白いお土産としてちょっとネタでいいかも五三焼き長崎カステーラ巻きスティック、白水堂さんというところが出しているものです。明治創業のね、あの菓子メーカーですね。このカステラだけじゃなくてね、他にビワゼリーとか、なんか他のお菓子もいろいろ出していらっしゃいました。カステラ巻きスティックだからスティックっていうことですかね。なんか持ちやすい、スティック状にしてるから食べやすそう。こう紙でね包まれています。あの文明堂さんのどら焼きで巻いてる感じにこう雰囲気は似てますね。紙でこう持てるから手が汚れなくって食べやすそうですね。これは味はあっさりです。お土産の和菓子をいただいて食べてるっていう感じがします。これはこう持ちやすいっていうところでね、結構いいのかなと思います。手が汚れないし食べやすいなっていうのがあります。ということでね、12種類ご紹介しました。で、あとね、ちょっとプラスおまけなんですけれども、長崎で見つけたこんなのあるよというお菓子を4つご紹介したいと思います。これはこれ知ってる方いらっしゃいますか。初めて見たんですけれども、ごまパンです。あのね、全国でも長崎の中華街にしかないそうなんですね。確かに横浜行った時も神戸でも中華街ではこれは見たことないですね。全面ね、これごまで、後ろはねそうじゃないんですけど、全面ごまで表面が覆われています。で、ここに後ろに説明書き書いてあるんですけど、あんこが中に密着していて中が空洞になっているって書いてます。で、沖縄の黒糖が使われているそうです。どんな味するんでしょうね。ちょっと開けてみます。
これ結構ね崩れやすいそうで、レジの横にね崩れたのをね置いてて、割れてるのとかをねちょっと安く売ってたりしましたね。あ、軽いです、めっちゃ軽い、なんかパラパラってすごい落ちそう。これなんかすごい空洞なんですけど、わ、え、何これ中空洞なんかもう革にくっついてて、なんだろうこれ、あんっていうかここと革にくっついてて中空洞ですね。不思議、沖縄の黒糖だそうです。ちょっと食べてみます。なんか不思議な味、なんて言ったらいいんだろう、なんかね黒糖なんだけれども甘さと苦味が入ってる、ちょっとこうなんかね不思議な味、カラメルっぽいような気もするし、なんか甘いしほろ苦いしちょっとしょっぱい気もするしっていう。でこのね後ろの材料を見たらイーストって書いてたから、多分イーストでこれ膨らましてるんでしょうね。なんかここはねパリッとちょっとせんべいみたいな感じなんですよ。あ、こんなパンがあるんだっていう。これねなんて読むか分かります？一個校って言うんですって。模擬10校本家っていうところが出してるんですけれども、長崎の方から聞いたんですよ。でどんなものって聞いたら、餅なんだけど中が空洞って言われて、もうなんだろうそれって、餅なんだけど中が空洞ってどういうことって思ってね、ちょっと気になって買いに行ったんですね。で中が空洞の不思議なお菓子で、長崎のお土産の実は定番らしいです。で一口食べると香ばしいことから一個香っていう風に名付けられたと言われてます。菓子博覧会とかで賞をもらったりたくさんしてるそうなんですね。軽いですね、まんじゅうといってもねすごいね軽い、硬い、それに硬い、なんだろうこれ硬い、硬いんですけどなんかねっとりしてる、なんかキャラメルが入ってるような感じで、これなんだろう、せんべいでもないしこう柔らかいんですね。オーブントースターかフライパンで約2分ほど温めてください、そしたら焼きたての味が戻りますっていう風に書かれています。こんなお菓子ですね、食べたことない感じ、なんかこう皮があって中がねちってしてる。で多分これ温めてカリッとさせたら多分すごい美味しくなるんだろうなと思います。はい、ここビワゼリーもね有名なんですけれども、売ってました。よりよりです。これはね他の中華街でも見かけるんですけれども、東神巻きとも言われているんですけれども、この螺旋状にこうねじった揚げ菓子ですね。これは後ろを見ると菜種油で揚げているそうです。ここのはねすごくこだわってるそうで、他社が出せない旨味のある後味って書いてました。でね、これね今は食べないんですけどね、これね長崎いる時ねホテルでたくさん食べたんですよ。全然脂っこくない、普通の中華街で買うよりよりって1本食べるとちょっと脂っこいなって思ったりするんですけども、このよりよりはね、なんだろうな、すごいねすっきりしてるんですよね。だから結構何本でも食べちゃえるし、硬いんですけれどもカリって噛むと口の中でしばらく入れると柔らかくなってくるので、時間かけて食べたら全然硬いものがちょっと苦手っていう方でも大丈夫で、そういう方のためにソフトのよりよりっていうのもあって、柔らかいねタイプもあるんです。それは後ろを見たらねベーキングパウダーが入ってたので、多分ベーキングパウダーが入ることで柔らかくできるのかなと思います。でもこのよりより独特のすっきり感であったりとか、この生地のコクを味わおうと思ったら硬い方が私はいいかなと思います。これちょっとねもう食べちゃったからないんですけど、こういうね丸い月餅で可愛らしい渦巻きの模様がついてるんです。これ長崎新地中華街の近くのカフェであったんですけれども、ね長式月餅って言って中に卵の卵黄の塩漬けが入っているんですね。で、表がこの渦巻き状のパイ生地になっていて、
すごくね面白いなって思いました。こういう月餅初めて見たので、紫芋とか抹茶とかチーズとかあるんですね。で1個ずつこういうパッケージに入っていて、あの丸いのが入ってます。でこれいただいたんですけれども、素朴な味でお土産とかにこれ差し上げたらきっと喜ばれるだろうなと思いました。でここでね、胡椒餅とかも焼きたてのいただいたんですけれども、これですね、台湾で私いただいたことあったので食べてみたんですけど、すごいね美味しかったです。でこういうね素敵な女性の方がされているそうですね。はい、ここのはお土産に結構いいなと思いました。今日ねご紹介したのは12種類ですね。小王軒の引き茶カステラという抹茶味のカステラ、地元の方におすすめいただきました。それから、レモン味のカステラですね、レイカの雫両方というのがあって、これはねもう開けた瞬間レモンの香りがして私は好きな味でしたね。はい、それから文明堂総本店さんのプレーン、あっさりしたスタンダードな味でした。個包装になってたのでね、とっても開けやすかったです。それからカステラ巻きですね、どら焼きの生地でカステラを巻いているちょっと変わったタイプ、もちもち感とカステラの生地の2つの違う食感を楽しめました。それから泉屋さんのキレイカという、2色になった下がダイナゴン、そして上がプレーン、ダイナゴンと抹茶っていう2色になっている、とてもモダンな感じの見た目にも美しいカステラでしたね。長崎ショコラートという泉屋さんのカステラで、カステラの周りをチョコレートで、ビターなチョコレートでコーティングされているタイプ、これもねとても美味しかったです。で長崎本舗東安さんの、東安の長崎カステラ、すべて職人さんが手焼きしているというね、金の包装に入っている分ですね。とても色が濃い感じがしました。味も美味しかったです。それからさだまさしさんのカステイラですね、東安さんとさだまさしさんのコラボ商品、もうとてもね何とも言えない深い味わいでした。金海堂さん、金海の心、なんかこう誠実さが伝わってくるような、もうパッケージからも味からも、なんかもうこだわりの職人さんのこう一筋っていう感じがね伝わってくるような味でした。偉人堂さんですね、これも老舗なんですけれども、偉人堂カステラさん、黄金の包みに入っていました。そこに大きなザラメがついてました。大粒のザラメが好きな方にはおすすめです。で長崎のカステラプリンですね、ザラメルというのを上からかけていただく商品でした。御三焼き長崎カステラ巻きステック、これお菓子メーカーさんが出しているんですね。スティック状にした食べやすいちょっと新感覚のものでしたね。ごまパン、なんか中が空洞で長崎の中華街にしか置いてないという、ごまが全面で中に沖縄の黒糖が入っていて、中がすごい大きな空洞が空いているパンでした。それから一個香というね、ちっちゃなこう中が空洞の、これも不思議なお菓子ですね。多分これ温めて食べた方が美味しいんだと思います。中はちょっとこうねっとっとした感じで、表面はパリッっていう感じではないんですけど、ちょっとこう固めのせんべい、湿ったせんべいみたいな感じでした。次がよりよりですね、マファールっていう風にも言われるんですけれども、螺旋状にねじったタイプのポリポリした揚げ菓子です。これもねすごいすっきりした感じで美味しかったです。長崎のムーンケーキですね、中華街のカフェチャイデリカっていうところのものになります。この中に卵黄が入っているタイプの渦巻きの模様がある月餅でしたね。これもねとってもプレゼントにきっと喜ばれるし、楽しいなと思います。多分女性の方好きなんじゃないかなと思いました。ということで以上がね、長崎に行ってきてカステラ食べ比べした結果でした。参考になれば幸いです。メッセージいただいてます。カステラのレシピを検索したら、砂糖、蜂蜜、みりん、ザラメといろいろな材料の砂糖が使われていて驚きました。そうですね、甘みはね、そうそう、蜂蜜が入ってるとこもあるし、みりんがあったりとか、和三盆糖があったりとかね、いろいろでした。これもね、後ろの材料を見てみるとね、ちょっとずつ違うんです。でも大体は砂糖って書いてますね。ひなさん、予定があるのでここまでで失礼します。あとはアーカイブ楽しみにしてます。長崎に住んでいたので懐かしかったです。ありがとうございました。あ、
そうなんですね。さすがお詳しいと思ったら長崎にお住まいだったんですね。そっかそっか、よかったです。まさかこのね、あの今見てくださってる方の中に長崎の方がいらっしゃるのかなっていう感じだったので、ね、昔住んだことがあるっていう方がいらっしゃって、ね、嬉しいです。さだまさしさん、カステーラという歌も作ってるんですね。そうなんだ。母がふと送ってくれた御三焼きのカステーラという歌詞が入っていました。すごい。やっぱりなんかね、自分の故郷のそういうことを歌にされてるんですね。どんな歌なんでしょうね。後でちょっと聞いてみたいなと思います。まさにごまかしの語源になったごま菓子のように中がほぼ空っぽのお菓子ですねすごい。そうですね、ごまかしの語源、あ、そっか、ごまかしでごまかしてるのかな。なんだろうね、これなんかほんと中空っぽもこんな感じですけど、中になんかべちゃってねついてる感じ。でも癖になるのかな、こういうのも食べてたらだんだんなるのかもしれないです。はい、長崎メーカー奥深いですね。本当そうですね。長崎のお菓子って中国菓子の影響を受けて歴史を感じさせますねって。そうですよね、やっぱりね、中国とかそういうね、あのオランダだったりとかね、外国とヨーロッパと日本となんか融合させたようなねお料理とかもあるので、すごく面白いなって思いました。独特のその食文化があるので、お料理でも感じられたし、お菓子でもこんなにあるんだって思いましたね。最後までねお付き合いくださって本当にありがとうございました。それでは次また、月曜日になりますのでお越しいただけると嬉しいです。それではおやすみなさい。失礼します。